はい、えー、例のやつが飛んだという風なね感情を持った人もいるかもしれません。N さんもそのうちの一人だったかもしれませんよね。えー、今回、吉谷さん取り上げていただいてありがとうございます、えー。今回ね、私が非常に嬉しいなと思ったのが、この,あの N さんね。N さん、ちなみにこれあの、イニシャルでもなんでもないんですよ。N っていうのが生命の名前のね、一部に使われてるところありますけども、これがね、例えば、 あの中田さんっていうのの N でもないですし、あのー、なおこの N でもないんですよなおの N でもないんですよ先頭の文字じゃないんですよでもう、まあ、やっぱりオフ会とかやってますんであの人じゃないかなって推察されてもいけないんで適当なところのアルファベットを抜いてきてそれで N さんっていう風に名付けてます <laughs> まあね、えー、そんなことは言わなくてもいいかなと思いますから何が嬉しかったかというとこの N さんって方はねすごい上手な文章を書くようになったんですよすごいでしょこれ最初はね 本当に1行2行みたいな書き殴りのメールだったんですよ書き殴りのメールだったんですけども私がねしっかりとした文章でお返しするとそうするとだん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 文章レベルが日々のねクレームの文章のレベルが上がってくるんですよでプラス私の過去の動画にツッコミどころを探そうと思っていろんな動画をそっからまた見たそうなんですよでそうするとね今度は使う言葉が私の言葉にどんどんこう合ってくるんですよね私が使ってる言葉でいろいろと突っ込んでくるんですよ そういうことによって、この人はね、この1ヶ月半で、むちゃくちゃコピーライティングのスキルが上がっていったのを私はね、毎日感じてました。だからね、もうメール来るの嬉しかったですね。うわ、また上手に書いてるわ、みたいな。よく気持ち伝わるなぁ、とか、この人の不安とか不満とか、あのー、人をね、揶揄する気持ちとかっていうのは正確にどん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 育ってきて書かれてるなと思うんですよ。多分ね、この方は一番、私の速果塾の中でもコピーライティングのレベルが、 上がっったたとと言いいますすかね私のレベルになったという風なう感じですもうもはやね私が書いてるのかこの N さんが書いてるのか分かんないレベルまで来てると思うんですよ。レターに関しましてはねメールに関しましてはすごい成長をこの2ヶ月見せましたね1ヶ月半かであと私の動画をすごく見て私の動画の意味をねやっぱり理解してくれてますよねだから発信の仕方がすごく上手になってるんですよ これはここまで短期的に本気で人のこ自分の気持ちをまあ悪い気持ちにしても人に伝えようとしたらこんだけ育つんだなと思ってね最高のカリキュラムができたなと思っておりますいやー嬉しいですねこの N さんの進化が見れたことで電話がかかってきたりとかしてものすごく最初はね悪い言葉でしたで最後まで悪い言葉でした <laughs> でもねいいんですよその言葉その方がね私を信頼してくださってるからあのクレームを出して文句を言ってると思うんですよ こやろうっていう気持ちはまあね色合う返せばこいつに文句言えば進むんじゃないか何か解決してくれるんじゃないかっていうふうに考えたからだと私は捉えたんですよねで気が付いてみたらこの方育っていたんですよでこの前ね4枚の手紙読みましたけども上手だったですよね本当にねなんか聞き入ってしまいますよね <laughs> もう素晴らしいなと思いますよねうんで、えー、これがねやっぱり信頼なのかなと思いますよねうん気が付いたら育ったっていうねうん であの何て言いますかね仮にねこの例のやつの会社が飛んだところで私はすごくその会社と一心同体みたいな気持ちなんですよ今でも、うん。だから「大丈夫ですよ大丈夫ですよそんな心配ないですよ」って言った時の証明の方法としてはじゃあ例えばね遅くても来月にはあなたの口座に。 万万万万か500万かかかんんなないいけどその方っっっって言ってててて言言たたたですよ手紙見たら450万しし入れまね私、50万損するところでしたね。まあでもいいんですよ、それを裏付け取らずに、はい、500万、ボンと入れるってことは、そのぐらい私はその会社が大丈夫だっていうふうに考えてますよってことなんですよね。でも多くの方は、大丈夫です、待ってみましょうとか言っても、自分の身銭を切るまではやんないんですよ、まあ、無責任だと思うんですよ、情報発信者としては。 でそう考えたらやっぱりね橋に責任を持つってどのレベルっていうことは橋に責任を持つってことは私はそういうレベルで責任を持ってますよってことなんですよそして私はねこの例のやつって会社はやっぱりこう信頼してるんですよ信頼してるってことは運命を共にするまさにね戦艦山とか沈む時に自分も一緒に、えー、沈んでやるぜみたいな気持ちなんですよまあそういう風なね何に節を私もね古めかしく持ってるんで今回みたいなことができたのかなと思います だって自分が信頼してるところを信頼しててそこを人に紹介してるわけですからじゃあ,あそのことに対して、ね、誰かに損をさせたらいや真っ先に俺が一番損してやるぜみたいな気持ちは別にそんなおかしいことじゃないと思うんですよ。でもねなぜかね、情報発信者って人からお金をぶんった割には今度は自分はね、それを責任取るためにお金で返そうとしないんんですよ。うん、なんかねその、支払わずに済まそうとしてるんですよ。 で、その代わり謝るんですよね。謝って済まそうとしてるんですよ。私はこういう考えには全然賛同できないんですよね。うん、だから謝って、でも1円も払わないと。あのすいませんでした、すいませんでしたって言って、1円も払わないということ。なんだそれはと思いますよね。うん、だからね、今お客さんが失ったものをお前も失えというふうに、あらゆる情報発信者に挑戦する意味でも、今回みたいなね、えー、行動っていうのはずっとやりたかったんですよ。ずっとです。うなん。 お金を最初にね塾の費用を最初に全部取り上げてそれからあの発信者がリスクのない状態でカリキュラムをね押し付けていくみたいな感じでいや一部の人しか成功しないの分かってるのにその全員の方からお金を取り上げるみたいなねそんなことをしてるのにも挑戦する意味があって私は30年ローン頭金と価値を感じなかったら払わなくていいっていう形にしてるんですよこれはあらゆる情報発信者に対しての挑戦ですよねまあだから私の塾なんて売れないですよあのそんなにたくさん量は売れないです売れないっていうよりも不当にお金を 奪ってないっていう風な感覚です。私に関しました。もうね。あの購入された方が納得して安心して。しかも私は、ね。私ね 会っててコミュニケーションしてよしもう大丈夫だろうこの久保哲郎信じないんだったら世の中の全部が信じられないわって思うぐらいになっていかないと私はね貴重な労働の対価としてその方が捻出した数万円とか数十万円を受け取ることはできないなっていうのがこれがね私の全体の速化塾のカリキュラムですよ、まあ、そういった思いでやっていましたけども私も隠居なんでもうね基本的にはこういうことをねやらずに済まそうと思ってるんですよ なんかねその責任を持って働くっていうのはすごく美しい言葉ですけども私はね責任を持たなくても責任を持って働く以上のことはできると思うんですよね。まあそういうふうにしていこうかと思いますけどもまあそういうこともこれからはねもう緩めていこうかなとこれで一つの挑戦が終わって一つのね あの自分のやりたかったこと他の情報発信者への挑戦ができたんでもういいかなというところがね一つ一つ生まれております、うん、多分、うん、私の即果塾みたいな運営方法とかね えー、お金に関する考え方とかっていうのをやってるところはもう皆無だと思うんですよね。まあそういった形でね私はこの情報業界の Google みたいなものになりたいかなと思います。フリーのコンテンツばっかり出していってでもなぜかどうやって稼いでるのかなっていうふうに言われるようになんか一番稼げてるみたいなねそんな形にできたらいいかなと思います。えっ、ー、といろいろと申し上げましたけども今回の件では実はね私が一番 N さんに感謝してます。人の進化を見ることができて N さんみたいな人が生まれるってことを自分の塾の中で感じれたってことで私もね、即下塾塾生の一人として塾長でもありますけども私自身が即下塾から学ばせていただいているものの一人としてね N さんありがとう即下塾ありがとうと今回のエピソードありがとうって感じがしますもう逆風はね私にとってのね美味しい餌ですねで500万とか1000万とか私ね3000万以上の借金抱えながら何年も暮らしてきた人間なんで減っちゃるですよそんなもんだからね これから5000万の借金かえろって言われたら新しい挑戦なんでちょっとね腹をくくんないといけないと思いますけども500万とか1000万なくなりましたとかって、ね、そんなねその中イがもう1枚なくなったような感覚です私に言わせればだからね自分がどこまでの負荷に耐えれるかっていうので金銭的な負荷は私は3000万までは減っちゃうですね何の暮らしも変わりませんし3000万の借金かかえてもお金を使うペースは全く変わらないと。 平和公園で暮らしていても全く自分の人生にさざ波が立たないってところまでは来ているんで、よし、そっか塾にいっぱい助けてもらったなと、鍛えてもらったなって感覚ですよね。まあ、これからは、ね、この精神力がもしかしたら退化するかもしれませんので、あ,のあえて自分で、ね、借金を抱えるみたいなことはし,なしませんし、リスクヘッジを何重にもしますしで、無謀な挑戦とかしないですし、こんな、ね、お人よしみたいな、はい、どうぞみたいなお金を振り込むことはもう多分ないと思います。もうやらないと思います。できてもやらないですね。 まあそんな感じで今日の動画を終わらせていただこうと思います、えー、以上ですありがとうございました